お、まだ続く。その次の日、アンが友達の部屋に遊びに行った。しかも一緒に帰って、その上また今度遊ぶ約束を。何ですか、信じられないものを見るような顔して。昨日みんなで映画を見た話をしたのだけれど、アンの先輩の、カンの先輩の反応がこれだった。完全に作業を止めて真顔でアン先輩のことを上から下までしっかりと確認するように見て、そう、よかったわね、本当に。すごい、すごい、お母さんや、お母さん、喜び方が。泣き真似やめてください。真似だなんてひどいわ、本当に涙が出てきそうよ。慈愛が満ちすぎてかえって嘘くさい笑顔を浮かべながら目元を拭う。まだ付き合いの短い俺たちにはあの笑顔が本物なのか偽物なのかつかみかねる。割と本気におまんじゅう一つ、割と本気にチョコレート。ダメだ、それじゃ俺も同じだからガキにならない。お前たちな、あれわざとらしすぎるだろ。純子先輩の母性とアン先輩のやらかし感を考えますと、本気で喜んでる説が私の中でやや勝利しまして、からかってるところもあるんだろうけど、私の脳内会議でも本当に泣きそうになってる派が勝利しました。右に同じ。お前ら揃いも揃って、こんな軽口まで言える関係になって、三人ともこれからもあんと仲良くしてあげてね。わざとらしすぎるほどのお母さん風演技なんだけど、そこからにじみ出る素の心配というか、これまでも見てきた面倒見の良さのおかげでとてもからかってるだけには聞こえなかった。純子先輩も一緒が良かったんですけど。そうね、機会があったら誘ってくれると嬉しいけれど、池永くんの部屋に私まで行ったら狭いでしょ。そしたら私とお姉が蓮くんと一緒にベッドの上に座れば大丈夫だよね。ベッドの上に3人は割と狭いと思うんだけど。無理とは言わないんだな。先輩がなぜか俺を見てごくりと生つまを飲み込むけれど、何か勘違いをしている気もする。でもなるほど、映画美術ね。アンはそのあたり本当に詳しいし、興味があるなら面白い話題だと思うわ。次は私たちも知ってる映画ってことで、バリーゲッターシリーズ見る約束をしました。イギリス初で近年世界的にヒットした有名 作品の映画だ。親なき若い魔法使いバリーと闇の皇帝を名乗る者の戦いを書いた物語だったはず。俺、あれは映画の最初の方を見ただけなんだよな。私は原作も全部読んだからね。リン君がどうしてもって言うなら貸してあげてもいいよ。アヤの行為は嬉しいけれど、あれは先に映画で全部見たい。というか話より映像に興味がある。後輩ってエンタメ趣味というか感情と展開の振り幅多い作品好きだよなって棚見てて思った。そうなんですか。昨日見たダークコランダムみたいなのよりサスペンスホラーとかのが好きだろ。確かに悩みや苦悩を書くよりも差し迫った困難や目の前の脅威にどう対処するかみたいなのばっかり見てますね、俺。そういうところ男の子らしいって思うわ。どうしたの日向さん。言われてみると意外な感じがして、もっと絵本みたいな、あと旅行記みたいなふわっとした作品見てるような印象があって。そういう感覚で喋っててよくわからないこと言うのは私の担当の気がするんだけど。自分で言うな、自分で。
趣味と本人と作品性は全部別だぞ。本人見て浮かべるイメージっていうのは確かにあるけど、純子先輩見てみろ。どうも。匂い立つエロスと直接描写のない染み渡る恐怖を描いた作品が大好きなものです。淑女の微笑みで言い切る先輩と、ほらと指さすアン先輩にひなも言葉を失う。改めて自分の口で言ってるの聞くと、淳子先輩の強盗、見た目とのギャップが深い。私にもしも前世があるのなら、どんな生き様だったのかしらね。ともあれ話を戻すと、アンはほっとくと一人になりがちだから。そこまで戻すんですね。ええ。もし役に立ちそうとか、いてもいいと思ったら遠慮なく、多少強引にでも誘ってあげて。自分からは言い出さないから。そういえば今度別の映画の話をと言ったのも帰り道でひなからだった。確かに先輩、昨日の帰り道でまた遊ぼうって言えない子供みたいな顔してましたもんね。言い方と遠慮を。ほんとこの子のことをよく理解してくれてて。その泣き真似ももういいですから。遠慮なくいじってくな。アン先輩みたいなキュートな女の子を誘ってあれこれするのはこっちからどんどんするから、それは大丈夫なんですけど。ひなの視線に一瞬アン先輩が背筋を震わせる。大丈夫なんです。私たちいいって言われると遠慮なく振り回しますよね、えレン君。自覚があって大変よろしい。次は行動に対しての責任感を持とうな。そう言うとひなとあやが揃って舌をペロリと出して笑顔でごまかす。全然ごまかせてないけれど、ツッコミを入れるのも無駄だから何も言えない。大丈夫よ、この子基本的に同じ学年に友達いないから。というか私とあなたたちくらいしか仲のいい相手いないから。事実とはいえ、言い方と遠慮。今度はちょっと涙声になってて、さすがに不憫になる。全部案が悪いとは言わないけれど、部活だってもう名前だけの幽霊部員だし、なんとかしないで自分一人でいる道を選んだのも案でしょ。それは完全にそうですけど、うちの目の前でほんと容赦なく言いますね。いないところで言ったら悪口や陰口に聞こえるじゃない。柳に風というより鋼鉄にそよ風と言わんばかりに全く動じない先輩、強い。そういう態度だともうペットボトルの蓋開けてあげませんよ。あら困ったわ。それなら池永くんに頼むしかないわね。先輩強い。いや開けるのもいいですし、アン先輩も開けてあげましょうよ。知らない。これからは後輩たちと仲良くするから、純子先輩との付き合い方は考えさせてもらう。死んだ目で自分の作業を続けるアン先輩。そして仲が良く なればそれだけ遠慮のないものを物言いの増えるアンの先輩。こっちも改善した方がいいことを心配して言っているのはアン先輩だって分かっているようだった。そして最近思うのはアン先輩がこんな風になっているのをアンの先輩もなんだかんだで仕方ないと思っているのだろうなということだった。つまり純子先輩が構ってた分、私たちがアン先輩を好きにしていいと。あ、お姉の良くないスイッチが入った。え、ひなの良くないスイッチって何？俺の知らないやつ？レン君知らないやつだと思う。お姉があの感じになるとは、私がめっちゃ可愛がってもらえる感じになるの、猫がストレスでハゲる感じの。
生まれてからの付き合いだけあってそれだけのことをさらりと言いながらおやつのチョコに手を伸ばして一つ俺に分けてくれる。ちょっと待って双子妹、お前の片割れの姉さん何するのねえ。怪しい目を怪しい感じに光らせ両の手の指をワキワキさせるヒナを飛び越えこっちに声が飛んでくる。可愛がったり、あとはいろんな服着せたり髪型セットしたり、まあ私たちの場合はお互い同じようなことしてテンション上げたりはしてたけど、あなたたちなら相手に似合えば自分にも似合うものね。それは興味深い遊びだけど真似もできないのが残念ね。アン先輩可愛いのにお店で働いてる時以外はいろいろ雑でもったいないってずっと思ってたんですよね。ふふふふふ。怖い。これはなんだ、うちが純子先輩に拗ねたこと言わないでいれば解決する感じのやつ。あ、俺もよく知らない感じなんで綾に聞いてください。アン先輩を着せ替え人形じゃなくて、なんかいろいろ着せたいのは私も思うんで、お姉一緒に行こうか。それなら私も行くわ。いつにしましょうか。うちの意思は？先輩が助けを求めるように俺を見てくるけれど止められないし、俺はさすがについていかない方がいいでしょう。頑張ってください。その日はひなとあやが出かけるので一人でゆっくりできるななんて考えてしまったのだった。普段と違う服の先輩を見たいなとは思ったけれどそれを言わないでおいた。確かに私服